ただいまから長谷部健渋谷区長就任記者会見をさせていただきます。まあ、今期に関しましては、特に選挙もそうでしたけど、桑原前区長の後継者という形でやってきました。なんで、特に桑原さんでやってこられたですね、手厚い福祉と教育、これをしっかりと継承しながら、今期は、進んでいきたいなと思ってます。でその中で、9月から来年の予算組も始まります。でそこに少しずつ僕ら考えているような、こうちょっとそこに想像力を加えたですね、今までのものにアイデアとか企画をどんどん盛り込んでいけたらなと思ってやってます。ちょっとお問い合わせの多かったところから具体的にいくつかご説明とかお話ししたいと思ってます。一番大きかったのは、とにかく問い合わせ多いのは、男女平等および多様性を尊重する社会の推進事業です。で特にパートナーシップ証明書の発行についての問い合わせが多かったです。で当然僕これ発案者ですから、積極的に推進していこうというふうに考えてます。でいつやるのっていうのを一番多く聞かれるんですけども、今考えているのは、なんとか10月中に発行したいなとは思ってます。遅くとも年内というかですね、そういう心づもり、なんかクリスマスプレゼントとは言わないですけど、12月ぐらいになるまでにはなんとかというふうに思ってます。でも目標は10月いっぱい考えてます。であとは選挙の時も言われてたんですが、この区庁舎の建て替えについてです。とにかく10月に引っ越すってことはもう決まってます。だいたいどういうものが建つかとか、その辺ももう大きくは決まっているんで、僕的にはこのできた後のその内装とかですね、そこに少しこう地域コミュニティの活性化につながるような仕組みとかですね、そういったものを取り入れたなんか庁舎にできないかなと思ってます。例えばシェアオフィスみたいなものが少しこうあってもいいんじゃないかなと。僕が子どもの頃、この町で生まれ育ちましたけど、原宿なんかは特にそうですが、この町で成功して成り上がろうっていうかですね、全国に発信していこうっていうお店や、そういうブランド、あとは会社多かったと思うんです。とにかくこの町でうまく成り上がろうって思った人がたくさんいたんですけど、やっぱり今家賃も高くて土地も高いですよね。だからなかなか成り上がろうって人たちが集まるっていうよりは、成り上がった人が集まる町になってしまっている部分もあると思うんです。で、それに対してはこのシェアオフィスっていうのは今流行り始めてますね。ノマドと言われる人たちがいたりで、そういったことの背中を押すってことは、一つこの町の文化を守るってことだし、さらなる発展を望めるきっかけになるんじゃないかなと思ってまして、一緒に区の持ってる課題も解決してもらえそうな人たちと一緒にシェアオフィスができたらなということはイメージとして持ってます。あとはコミュニティ FM が今渋谷ないんですね。前あった渋谷 FM さんが亡くなってしまったんで、そういう媒体を使ってですね、地域の人が混ざり合う、世代が混ざり合うみたいなこともやっていきたくて、そういうものが新庁舎にもしかしたら取り入れられないかなってことも思ってます。ただこれはまだあくまでもアイデアです。であとは就任早々一番最初にの方に行ったのが渋谷駅の開発、この話もよく質問できます。これもパリ、ニューヨーク、ロンドン、渋谷区っていうふうにこう宣言したわけで、その中で特に駅周辺の開発っていうのは、渋谷が国際都市として発展していくためには当然重要なファクトだと思ってます。キクはもちろん東急さん中心に駅の周りを開発していくんですけども、その都心に暮らすってことをしっかりこれから考えていきたい中で、桜ヶ丘の方には住居タワーもできますし、やはりこう24時間人の体温があるっていうことが町としては大切だと思ってるんで、その辺はこれを推進していくってことをやっていこうと思ってます。あとは新宮下公園の事業についてもちょっと簡単に触れたいと思います。これはこの間の議会で継続審議となっているものです。で、実際委員会を作って審議されて決定したものでありましたが、その地域住民または地域団体の方への説明が不十分だったっていうところが中心で継続審議になっていると理解しています。区長として変わらずに意識していきたいスタンスというか、そういったものをお聞かせいただければと思います。一つはマーケティングは必要かなと思ってます。実際区に直接意見が届いてくるもの、区長への手紙とかもそうですけど、割とこう
批判とか反対がやっぱり多かったりするんですね。で窓口見ててももっとこうしてくれとかああしてくれっていう話がきっと多いんです。でもそうじゃない人っていうのはたくさんいると思います。でこれは投票率にもちょっと表れてるんじゃないかと思うんですけど、要するに関心を持ってない人が多かったりしているのが現状で、だからそういう人たちにどうしたら関心持ってもらえるだろうとか、その人たちがどういうことを考えているだろうとか、まあそういったことはいろいろ考えていきたいなと思ってます。であとはそうですね、その行政がこうっていう、まあ固く決まったイメージじゃないですけど、割と民間の方の方がその未来予測とかですね、そういったこう将来についての予測、まあ、総研系がやっているものとかは優れてるなと個人的には思ってて、だからそういったものも取り入れたりとかですね、で、まあ、それは、まあ、今までもそうしてきてたつもりだし、あの今後も変わらずやっていきたいなと思います。で LGBT の件で長谷部さんは何をゴールにしていて、現状ゴールに対して何が課題だというふうに思ってますか。まあ、ゴールもかはあんまりないというか、あの今回作る上でも初めて日本で初めてのパートナーシップということで、なるべく完璧は目指しますけども、多分いきなり最初から完璧ってことも難しいんじゃないかっていう思いもあるんです。それは前の区長奥原さんもあの記者会見とかでそう答えてたと思うんです。だからあんまりグズグズするつもりもなくてですね、まあ、なるべく完璧に近い形っていう確信を持ったところではスタートしたいと思ってますけど、課題は実際区役所が今度は先頭を切ってですね、いろんなところまずは直していかなきゃいけないところあると思うんですよ。例えばなんか申請するときに男女って丸つけることがあったとしたら、まあ、それの間に真ん中っていうのを作るのか、もしくは男女っていうのをなくすのかとかですね、まあ、そういった細かいところに始まりですね、まあ、公衆トイレの問題もありますし、学校教育の問題もありますし、まあ、そういったところをしっかり整理してですね、話し合っていかなきゃいけないなと思ってます。長自身はですね、そのマスコミについてどのようなお考えで、どういう方向に持っていきたいと思いますか。積極的に罰則をするつもりはないです。要するにヘイトスピーチとは言わないですけど、あのゲイお断りとかですね、まあ、そういうことを歌ってるところについては、要するにその LGBT の当事者たちが、まあ、ちょっと嫌な思いをするようなものの表現をしているところとかですね、まあ、そういった採用基準とか設けてるところについては、あの、まあ、指導をして、それでもどうしてもあの聞いてくれない場合は仕方がないかなっていうぐらいというか、そういうニュアンスで考えてます。ですんで、まあ、基本的に家を貸す貸さないとかですね、部屋貸す貸さないは、まあ、オーナーさんの自由であるところも当然あるんで、まあ、もちろんあのこういうふうに区は考えてるんでしてくださいっていう問いかけはしますけども、まあ、それにただ従わないだけでするつもりは僕は考えてないです。議会との関係についてどのように基本姿勢として臨むかということが一つと、それとあの少数会派、ご自身も少数会派にいらっしゃいましたけれども、いろいろな会員の場面であるとか、あとは情報公開の請求であるとか、いろいろなところでですね、なかなか不利な立場に置かれていることが多いというふうに認識しておりまして、それは多くはあの議会の申し合わせによって決まっているものなので、なかなか区としてコミットすることは困難を伴うのかなと思いますけれども、そのあたりどのようにこれから認識しておられて、どういうふうに臨むつもりかという、まあ、議会との関係はこれから、まあ、僕の区長になってからの議会なんで、これから作っていくっていうことしか答えようがなくて、ただ別に敵でもないし味方でもないっちゃいけないですけど、もともと区議をずっとやってきて知ってる人大勢いて、だからなあなあでできるとも当然思ってないし、あの基本は是々非々ってことで、それが普通だと思うんですよね。なんで、まあそういった中でだんだんとその信頼関係を作っていくっていうことで、もともと与党も野党もなくていいんじゃないかって思ってた口もあって、ただまあ何て言うんだろうな、うまく言えないですけど、ずっと無所属で来てるんで、そのなんか政党だからどうってことも逆に意識はこっちはないんで、フラットな感じでこれから関係を作っていく、まあ、次の6月の議会がその第一歩目になるんで、まあ、もちろん慎重にあの緊張感持っていければいいなと思ってます。で
少数会派の件については、それはやっぱり行政が口出すこと、こっちの立場に立てばもう口出すことではなくて、まあ、議会の中で話し合って決めてほしいし、ただまあ何とも言えないのは議員の時に見てて、その、まあ、自ら不利になるように導いてるって言っちゃいけないけど、まあ、なんかこう何とも言えないですね。なんでそんな状況になっちゃってるかっていう原因をその主張してる立場ももしかしたら考える必要もあるかもしれないし、ただまあそれはもう今の立場ではこっちが意見するところではないんで、まあ、今のはちょっとあくまでも個人的な感想っていうかね、まあ、正式なコメントというよりはそういうふうに取ってもらえればと思います。とにかくそこは議会の中で話し合ってもらう問題です。で、僕はとにかくそれよりも議会とどうやっていい信頼関係を作っていくか、まあ、それをこれからスタートさせるっていうところですね。はい、宮下公園の整備の話でお願いしたいんですけど、三井不動産さんと その計画の中で、まあ、ホテルを作るという計画があって、うんうん、まあ、その部分に関していろいろ大意見なんかもあったと思うんですけど、はい、そのホテルの部分に関しては修正したりとかですね、そういったことを考えているということはあるんでしょうか。修正する可能性もあると思います。とはいえこれだけ観光客がたくさん来るし、もっと増えてくる中で、まあ、ホテルが足りてないっていうのも現状だと思うんです。で、まあ、国際的な観光都市として、まあ、必要なんじゃないかなっていう思いもあるんですが、実際、まあ、都市公園法や都市計画法にちょっと抵触するんじゃないかっていう話もあったりしてですね、まあ、その制約をどう考えるかっていうこと、まあ、それもあるんで、もしかしたらその公園エリアから外すってことも一つ考えなきゃいけないのかなと。ただ地域の要望でですね、やはりホテルをってことであればどうやったらそれが作ることができるのかとかですね、まあその辺は今フラットとは言っちゃいけないですけど、まあ時間があるんでそこはしっかり考えていきたいなと、まあ、おっしゃる通りそこのところはポイントかなと思ってます。で、まあ、でもホテルがあることで区の収益が上がるっていうもともと計算だったんですよね。でもその収益についてももしかしたらそのレベニューシェアみたいなことが今まで考えられてなかったんで、まあ、共に民間も儲かれば区も儲かるみたいなですね、そういった仕組みがもし取り入れられたらいいなっていうのは一回この間説明を受けた時にはそういうふうに投げかけてあります。前の宮下公園の工事の時にはのです、ね、行政代執行をめぐって、まあ、この間裁判で敗訴になった部分があったかというふうに思いまして、で今日 の見せていただいたプランに、まあ、入札等 の, です、ね、プロセスなどについて、まあ、詳細が書かれてないんですけど進め方についてお尋ねしたいというのが1点と、その関連なんですけれども、5年ほど前に我々 のインタビューに対して長谷部さん、まあ、議員はそんなにいらないんだよと、3人プロデューサーがいれば、まあ、区政は良いというような発言をされておりまして、今日も、まあ、自分はプロデューサーのようなものだという考え方をお話しされていましたけれども、まあ、そういったこう意思決定とかあるいはその、まあ、民主的な手続きということに対して、まあ、今もお考え変わらないかどうかというのを教えていただければと思います。出たって感じなんだけど、ちょっと後半の方の質問なんですけど、白石さん、それはなんかどんな話の流れでそうなったかっていうのをちゃんと教えて、ちょっと覚えてないですね。まあ、前もそうでしたけど、なんかいいとこだけつまんでね、ああいうふうにやってもらったんで、ちょっとそこに対して僕不信感正直あるんです。で、まあ、まず答えます。最初の裁判でそういう話が出たってところについては、まあ、一応区としては控訴している形になってます。なんで、まあ、それをちょっと見守ってから判断はしたいと思ってますが、もしそこに意思決定に問題があるとすれば、当然議会の議決を得るような形にするとかですね、しっかりとしたものは作りたいと思ってます。ただ今後も民間といろいろ組んでやっていくことを推進したいと思ってますんで、そういった仕組み作りっていうのはしっかりと考えていきたいなと思ってます。で、まあ、議員が3人いればよくてプロデューサーがっていうのはちょっと意味が分かんない。3人優れたプロデューサーがいれば議員はそんなに必要ないっていうふうにまあおっしゃったんですね。つまり能力のあるプロデューサーが街づくりに関与すれば、そういう、こう議会でこうみんなでやんなくてもいいよっていう、まあ、そういうお話だったんです。
難しいですね。まあいや、まあなんか3人いればいいとも思ってないし、その、まあ、ソーシャルプロデュースっていうところはそういう切り口っていうのは非常に大切だと思ってるし、自分も大切にしていきたいなと思ってます。要するにただなんていうんだろう、条例を審査して審議してですね、まあ、行政がやってることを監査するっていう議会の機能は当然大切だと思ってますし、だから議員は必要だと思ってます。僕も議員の仕事してましたし、ただ今もそのプロデューサーでいたいっていうのはそういう視点を持ってですね、まあ、企画を作るとか、まあ、まあ区民をある程度ターゲットって言い方してまたなんか上げ足取られちゃいそうですけど、どういう区民ニーズがあるかっていうことをしっかりマーケティングしてですね、物事を考えていく、企画を作っていくってことは積極的に取り組んでいきたいと思ってます。あ、はい。2010年の行政代執行で注目されましたが、区長としては今後どのような対策をしていきたいと思っていますか？まあ、そうですね。僕そこについてはそう言いたいのは、僕別にその追い出し推進派でもないですし、そんな発言した覚えはないんですけど、まあ、ネットとか含めてそうやって言ってる人たちがいて、まあ、それについてはそういうふうには自分は考えてないということはまず伝えたいのと、もう実際今福祉部の方を中心としてですね、対応 の, その社会復帰できるプロジェクトをですね、もう少しその市民団体いっぱいありますから、まあ、そういうところと相談しながら、プロジェクトを立ち上げるっていう準備をもう始めてます。なんで、まあ、できたら来年の4月5月ぐらいからそのプロジェクトがこう実を結ぶようなですね形をしたいなと思ってますし、まあ、そういう団体ともですね、どこかタイミングを見て対話するというかですね、話していくってことを考えてます。なんで、まあ、解決する方向をとにかく探っていきたいなと思ってます。